梅雨や台風など大雨の時期を前に、県が緊急時の対応を確認しました。訓練は県内全域に大雨洪水警報が発表され、16の川が氾濫した想定で行われ、河川やダムなどを管轄する県や自治体の職員などおよそ120人が参加しました。県が管理する585の川のうち、河川課では84の川の水位をリアルタイムで監視しています。川の水位が上がったときに警報を発令するシステムを今年度新しくしたことから、その運用方法なども確認しました。甚大な被害をもたらした令和2年の7月豪雨ですとか、昨年の梅雨前線豪雨のように、近年ですね、雨の降り方、量ですとか回数とかがかなり増加してきております。でそれに伴って災害もですね、頻発化、激甚化している状況です。これから集中豪雨や台風など水害が起こりやすい時期を迎えます。これまでとは意識を変え、今できる備えとは。ここからは深掘りです。今日の取材は浅見さんです。はい、県の担当者の話にもあったように、近年大雨による災害が激甚化しています。去年夏に北部、西部を中心に大雨が降り、山国川が氾濫したことも記憶に新しいかと思います。それではなぜ大雨が増えているのかを見ていきます。気象庁はその理由として、気温の上昇で大気中に含む水蒸気の量が増加するため、大雨が降りやすくなっているとしています。降水量の増加はデータにも現れているんです。1時間あたりの降水量が50ミリを超えた回数をグラフにしたものです。ここ10年では統計を取り始めた最初の10年間と比べて、およそ 1.4 倍に増加しているんです。およそ 1.5 倍ですね。これまでは大丈夫だったからという考えは通用しなくなっているんです。県河川課の山口さんは、線状降水帯が発生し、全国的に大雨による被害が拡大していると話しています。では私たちができる備えを考えていきましょう。まずはこちらです。洪水ハザードマップ。浸水が想定される区域と緊急避難場所などを表示した地図です。こちらは住んでいる自治体のホームページで見られるほか、今は情報を確認できるアプリもあるんです。ハザードマップや防災情報を知ることができるアプリをダウンロードするというのも一つの手です。紙、スマホ、パソコン、様々あるので、自分の使いやすいものを活用してみてください。そしてハザードマップを確認した上で用意してもらいたいのがマイタイムラインです。これは災害が発生した時にいつ何をするのか、自分が取るべき行動を時系列でまとめた防災計画のことです。まず避難先や防災バッグの中身など基本的な逃げ方を考えてください。次に異なる状況ごとの複数の逃げ方を考えてください。もし夜だったら、はたまた休日だったらどう動くべきか、さまざまなパターンでシミュレーションをすることが大切です。さらに洪水以外の災害も考慮して複数の逃げ方を考えておいてください。例えば土砂災害が起きたらどう動くべきかなどです。どんな想定でも必ず自分ごととして考えることが重要です。県のホームページでマイタイムラインの紙をダウンロードして私も記入してみました。まず警戒レベル1、ここでは災害の心構えを高める必要があります。私だったら天気予報を確認します。そして警戒レベル2では防災バッグをリビングに置いておくようにしますなど、自分の生活状況にも合った内容を書くようにしてください。
また下には防災バッグの中身を書くという欄もあります。災害時には携帯が使えなくなるのでモバイルバッテリーを私は用意しておきたいと思います。大雨の時期を迎える前に私たちも意識を変えて安心できる備えを行いましょう。